それで二条駅の。で、こっちが出口なんや。さあ、ということで、まあ一応これで一通り回った感じですけど、どうですか？結構ね、楽しかったですね。見応えあるね、やっぱし。現物のやつがこんだけいろいろとあると。うん、正直、わからない。あんまり詳しくない人でも、これで。そうやね。うん、体験できるところがある。そうやね。で、やっぱり家族連れで、ね、小さいお子さんとかが来てもう楽しめるような、施設、あ、ね、あの仕組みとかもいっぱいあったし、やっぱこう家族連れで来てもいいし、マニアックな鉄道マニア同士で来ても十分とやっぱしおおって、見識を深められるところもありっていう、本当博物館としてはそういった完成度が高いなっていうのも一応ね、学芸員の立場から見てみるとあったなと思いますね。ということで、まあとりあえず二条駅出てここで一区切りにしようかなという感じでいきましょうか。うん、じゃあとりあえずじゃあこっちが出口ってことやで、こっちの方からじゃあ出てきましょうか。うん、よし。いやいやいや、すごいね。こちらは普通にちゃんと関数ですよね。で、こっちが出口で、改札みたいになってるんやね、ちゃんと。なんかとか昔の本当に改札とかだったら、あれちょっと中もあるんやね。これさっきのところもあったし、あれやね、お店列車用の。これは藤野門やね、藤野門、菊野門。ね、皇居の菊の門と国の菊の門がありの、皇居はありの、こっちか。ナンバープレートもちゃんと専用の高い瀬戸マークのあれになってるんだな。これ古いあれ、もう。じゃあ、まだいっぱいとあるけど。うん、こうネジに加工するネジ機。あー、ネジを作るやつなのかな。で、ゲージ。この辺りは似たような道具を毎日使ってるからあんま見たくない。動作 0.02 ミリマジでって言いながらマイクロメーターも仕事やってるからな。0.2 から 0.05 ミリ。すごいよね、手作業でこんだけのやっとったんやもんね。今もあれやろうけどね、研磨とかは機械でね、掘削とか鋳造とかもね、あれやから、ね、いや、ノビスもでかいな、これ 700mm ノビスくらいいっちゃうかな。これの場合は 0.05mm までか。うん、これはもうノギスのメモリ線読めるかな。あのね、わかりにくいけど、0、10、20って上の光のところにちょっと書いてあるやろ。あそこの間にまたメモリが打ってあるんやわ。そのメモリと上にある線が一致する線のところがある。そうするとそれが 0.3 のところにあったら 2.3 ミリとか、そういうような測り方で、その 0.01 のところのやつが直線で上のメモリーとピタッと合うっていうような構図になる。これは今も使われるけど、ただもう今はね、デジタルノギスって言って全部デジタル化が進んでるから、そのメモリー見てやるってことはまあめったにない。ノギスはまだあるかな。少なくとも 700mm ノギスやと、もうここでデジタル化したことないわ。ああ、この辺りも昔ながらの。山田や。まあ、そう、アップにすると全然なんかダメなんだよな。なんだろう。この辺りまでさ、無理だ。こんなとこに山田駅あったの、俺の。降下してないことになってるからあれないけど、うん、
これで練習させするよ、あのガッチャンっていう練習をするようなやつや、これ実際に使われとったあれか、そう、そうそうそう、実際にあの要は石炭そこから出してそれをここにガチャンって開けて入れてた、それもだってタイミング間違えたらね、大やけど負ったりとかそういう風になるから大変だからね。でこれね、これはキャリアやね、今もその名所線行ったら見れるけど、これを要はあのバチってね、あのやり取りをするのは何か見たことあるかもしれんけど、他の国で今も現役で使われてるんで、あ、日本でもある、名所線とかでも使われてるし、数は少ないけどな、うん、でこういうようなとちょっと形は違うけどやり取りをやって、これのやり物のやり取りじゃなくて中に表券、通票っていう表券を入れたりしてその券をやり取りしたりね、うん、そうそう懐中時計な、まあそうやね、昭和50年撮影終わったもんな、うん、こうしてみると歴史長い、これで言ったらうちがここやからな、1984年やから全然まだあれ、うん、すごいね、これは昔のちょっと昔の映像やね、なんてダジア号ね、うちのじいちゃんがたことそれだし、満州とかでな、うん、満州にあった、満州政府っていうのかな、うん、のところの、で、雇ったらしいから、結構国によって暮らしてたぶん、多分冬に育てられたら、ノルウェーとかやったらそういうのあるし、な、でもカナダもそうやな、パシフィックってことは西海岸の方で走っとったやつかな、パシフィックが太平洋やから、パシフィック大阪。で、大西洋がアトランティックやね、サザンパシフィックってとこや、アメリカの西海岸かな、やっぱ西海岸が運航された特急で以来、アメリカとあんまり鉄道のイメージがないけどな、実際走ってる鉄道はえげつない量数つないどったりするもんな、ミュージアムショップの入場制限で並んでるんか、はあ、すごいな、とりあえず、まあ、改札側にここを出て、まあ、とりあえずこっちの方のドアを閉めましょう、よいしょ、でこんな感じでね、へえ、すごいね、仮面がかかった、うん、ああ今の飛行機を、ミュージアムショップすごいな、いや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 、普通の流れだったらじゃあここでミュージアムショップをうんぬかんって言いたいところだけど、さすがにちょっとこんだけ人混んどるとやっぱ多分あの3密回避でそのぎゅぎゅ入れやんからっていうのがまあ難しいんやろうな、ねえ、さあいい感じでとりあえず撮れましたなということで、いや楽しかったね、いやとりあえずちょっとお茶飲もう、あそこ飲食禁止やったからな、飲み物飲めやんかったからな、ずっと喋っとるとまあまあ喉が渇いてきて、途中になんか荷物置いて、そう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 、中が飲食禁止やったりな、でもちょうどいい天気でよかったですね。ああまあね。暑すぎず、寒すぎず、風も強くなく。いい感じにね、風が吹いてて、さあ、ちょっとどうしましょうかね。一応、まあ、5時ぐらいには帰ろうかなみたいな。まあそうだね。あんま遅まで連れ回してもいかんでね。今3時今3時ぐらいですね、回ったぐらいやな、1時間ちょっとやでな、どうしような、ということでね、
動画的にはすごくつながりがないと思いますけど、今ねちょうどねうちの、動画的にはちょうど大井川鉄道に行った帰りぐらいになってるはずなんで、実は、ね、今日はですね寺尾さん、ね、ちょうどねコラボで一緒に、来ていただいた寺尾さんにちょうどね受験生鉄道 YouTuber にね最もふさわしいお土産をちょっと持ってきましたんで、どうぞ お受け取りください。めちゃくちゃね些細なものではございますが、これをちょうど視聴者さんとデータに一緒にしようって言って買ってたのに、それじゃあちょうど寺尾さんとデータが続いて聞いたら受験生って言うから、おちょうどいいや鉄道好きのって言うんで、これあのまたよかったら大田君とか、うん、大田君じゃない打席君とかちょうどね3枚買ってあったもんで、あじゃあちょっとあの例のあの小籔君の子にも与えておいてもらったことどうぞ。ありがとうございます。ちょうど本当に寺尾さんが会おうと思ってんのって、でとりあえず3枚買ったっていう。